Spinner。味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第62回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。今回は31アイスクリームを食べたいだけ食べる回です。やったというわけでね、夏といえばアイスクリーム、まあ夏じゃなくてもアイスクリームなんですけど、まあ己のアイスクリーム史を振り返ってみると、やはり原点に31がいるなと思う平野なんですが、特にね、小学生の頃かな、私が通ってたバレエ教室の最寄りの駅の脇に31アイスありまして、だいたいそこでねアイスを食べて待っていると、母親が車で迎えに来てくれるっていうルーティーンできてましたから、まあバレエが目的というよりはアイスのご褒美のために習い事に行ってるっていう感じでしたね。まあ皆さんそれぞれね31の思い出たくさんあると思うんですが、実は以前こんなメッセージをアジナフレンズからいただいておりました。ラジオネーム夏田サマーダ31さん、いつも楽しく聞いてます。31アイスクリームの会をぜひやってほしいです。どうしてもいつも同じものを頼んでしまいます。ちなみに私はナッツトゥーユーとハワイアンクランチといったナッツの食感カリカリ系が大好きです。平野さんおすすめのフレーバーを知りたいです。はい、というわけで念願のね31回な今日ですよ。ちなみにですね、何を隠そう、平野咲子は今年で31歳になったんですけど、誕生日にですね友達から31のオンラインギフトカードが送られてきて、あ、普通に嬉しいみたいな、なんかスタバのギフトカードとかの感覚で、あ、31のもあるんだ、ありがたいなみたいな感じで思ってたんですけど、それから数ヶ月くらいして別の友達が誕生日で、その子同い年で31歳になったんですけど、その時におめでとうってその子に連絡したら、なんか一緒に31食べに行こうねっていう風に返事が来て、あのギフトカード送ってくれた子は私の年齢と31をかけてたんだってことに本当今更気づいて、めちゃくちゃ粋な贈り物をスルーするっていう、こう芸人のギャグを全力でスルーする黒柳徹子ばりのね、察しの悪さを披露してしまい、もうごめんっていうのを、ギフトをもらって数ヶ月経って本人に伝えるという遅さだったんですが、皆さんもぜひ31歳のバースデーとかね、そういう機会がありましたら31楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで今回は1945年にアメリカで生まれた夢のアイスクリームショップ31アイスクリームを食べて、もう全力でね体を冷やしていきたいなと思いますが、31アイスクリーム誕生は1945年アメリカのカリフォルニア州の郊外にて、バートン・バスキン氏とアーヴィン・ロビンス氏によって創設された今や世界最大のアイスクリームチェーンです。ということで、今バスキンさんとロビンさんのスーツ姿のお二人の写真を見ているんですけど、すごいなんか二人ともなんか松浦弥太郎さん的なね、こう紳士的な雰囲気を漂わせている、すごい素敵な感じだなというふうに思うんですが、なのでアメリカをはじめ海外ではその彼らの名前を取ってバスキン・ロビンスっていうふうに呼ばれてますよね。逆に31って呼んでるの日本くらいらしいですよ。31とかね、セブンティーンアイスとかね、なんか数字アイス日本多いですよね。あと全然関係ないんですけど、石川とか富山の方に8番ラーメンってありますよね。かまぼこがオリジナルで8って書いてあるかまぼこが浮いてるラーメン屋さんなんですけど、看板を見るとすごい北陸の方に来たなっていう旅の情緒が込み上げるんですが、ちなみに八幡ラーメンの由来は加賀市国道8号線沿いの田んぼの真ん中に掘ったて小屋同然の粗末な店構えのラーメン店が開店しましたという背景があるんですけど、これね八幡ラーメンのホームページに書いてあって、なかなか自分たちの創業店舗のことをね掘っ
建小屋同然の粗末な店構えって言わないですよね。だからすごい飾らない姿勢に好感を受けたんですけど、はい、31関係なくてすいません。ちなみに31の、名前の由来はですね、1ヶ月31日間毎日違ったフレーバーのアイスクリームをお客様に楽しんでいただきたいという願いからついているそうですね。ねえ、毎日通う人いるのかな、一個ずつ違うフレーバーをさ選んでいってさ、すごいロイヤルカスタマーですよね。これもめっちゃ余談なんですけど、以前京都の中華の会で紹介した宝泉さんという中華料理屋さんに取材した時に、なんか店主の方がなんか毎日来てくれるおじいさんがいて、毎日からしそばを食べて帰っていくっていう風に言っていて、でその時ご店主が、あの人うちが定休日の日何食べてるんだろうなって言ってましたね。確かにね、通いすぎてる人っていう属性のありますけど、こうすごい彼らの生態系気になりますよね。まあ、31はビッグチェーンなんで定休日基本的にはないと思うんで、この世のどこかにいるマジで毎日通っている人も安心なんじゃないかと思いますが、しかもね31結構21時とかまで空いてるからね、ご飯早めに食べ終わってギリ買えたりするのもすっごい嬉しいですよね。夏の夜にさ、サクッとご飯食べた後に31食べながら夜風に吹かれて、まあ、手がベタベタになってみたいな、そういうのもね含めていい思い出だなっていうふうに思うんですけど、日本に登場したのは1973年らしいです。あの富士屋が子会社として設立されたということで、確かに私が子供の頃に行ってた31はドア2つあって、右から入ると31で左から入ると富士屋みたい なんかシェアハウススタイルだったなっていうのを思い出しますね。日本に登場して来年で50周年ということで、なんかすごい盛大なキャンペーンとかありそうですよね。なんか結構31って何かと雪だるま大作戦とかチャレンジザトリプルとかいろいろやってるけど、多分なんか盛り上げてくるのかなというふうに思いますが、モスバーガーもね今年で50周年だし、ロイヤルホスト様去年で50周年だし、なんか私の好きなチェーン店その辺で生まれてたんだなっていう、そういうなんか今に続くねこうスターチェーンストアが勃興する時代だったのかなっていうふうに思うんですけれどもね、やっぱ50年もアイスクリームショップとして日本でやられていたら、まあまた海外とは違うオリジナルな進化もあるのかなと思うんですけど、私が一時期住んでたエリアにあった31はね、なんか店に入るとへいらっしゃいみたいな、すごい掛け声が魚屋さんみたいな感じで、なんかね店長なんだろうなっておじさんがいたんですけど、すごいなんか魚菓子感があってですね、なんか魚市場感みたいな、こう活気があって好きだったんですけど、なんか閉店しちゃって、そこは残念なんですけれどもね。あなたの街の31も、まあ、現在全国で1200店舗展開しているらしいので、まあ、様々な個性もあるのかなと思いますので、ちょっと面白い31のお店情報とかあったら教えてください。はい、というわけでここからはもう31アイスクリームさん、わざわざこの灼熱の夏の日々の中スタジオにお越しいただいていますので、魅力あふれるフレーバーの数々食べながらご紹介していきたいなと思います。31さんよろしくお願いします。わーはい、というわけですごい重い箱が来たよ。ポケモンバラエティボックス12フレーバーズって書いてあるけど、そっか今ポケモンとねコラボしてるらしくて、この夏いっぱいですかね、ポケモンがもう様々なピカチュウに始まり、不思議だねとかね、人影とかね、あ、私でも知ってるような本当に人気のポケモンキャラクターが並んでますけど、わーパカッ、おーすごい12個並んでんの、壮観ですよ。もうドライアイスに守られて眩しく輝いておりますけれども、じゃあまず一番私の好きなやつからいこうかな。私の最も好きな31アイスクリームこちらです。ロッキーロードさん、イエイわー、もうね結構馴染みですからね、日常的にいただいてるんで、なんか今日もお疲れ様ですくらいの距離感なんですけれども、ロッキーロードさん、アーモンドとマシュマロ、チョコレートで雪解けのロッキー山脈のデコボコ道を表現したということで、非常に詩的なチョコレートアイスクリームであります。しかもロッキーロードの最後にはね、この R マーク、商標登録マークもついておりまして、ここのなんかただものではねえという空気感をですね、私も子供ながらに感じ取って、子供の頃から大好きだったんですけど、パカッ、うわー美味しそう、マイフェイバリット、
そしてね、このチャカチャカなるね、ピンク色の、まあ、マゼンダピンク色の、31のこのちっちゃいスプーンですよね。これ可愛いですよね。じゃあいただきます。うん。あー、なんか癒される。すごい、もうなんか汗だくで家に帰ってシャワー浴びて、今ソファーでハーゲンダッツ食べてる気分になってきた。なんかやる気なくなってきた、ごめん。すいません、今スタジオで一応仕事中でした。いやー、ほんとこれ美味しいですね。マシュマロがなんかモフィモフィしてて、アーモンド時々出会うとガリッガリで、食べるのが非常に楽しいですね。そして口の周りが茶色になるよねっていうね、チョコレートアイスの宿命なんですけれども、なんかこの食べる楽しさみたいなところ、やっぱりすごい31アイスクリームって極めてますよね。私やっぱ食べる楽しさのところで言うと、一時期はですね、やっぱ特にティーンの頃なんですけど、ポッピングシャワー、もうね、あのポップロックキャンディーっていう、あのパチパチキャンディーっていうのは本当はポップロックキャンディーっていうらしいんですけど、ポップロックキャンディーが弾けるミントとチョコの風味の人気ナンバーワンフレーバーというわけで、これミントとチョコのフレーバーだったんだ、全然知らなかった。いや、今日もスタジオお越しいただいてますけど、こんにちは。こんにちは。すごいね、なんかやっぱテンション高いっすね、ポッピンシャワー本当に。そっか、これミント味だったんだ。もうなんかパチパチに気を取られすぎて何味か分かっていなかったけれども、ちょっと久しぶりに食べてみたいなと思います。ほんとすごい色してるよね、あなた。なんか緑と赤のブツブツが練り込まれた白と、なんかミント色の、はい、なんかすごいキャラクターだなと改めて思いますけど、うん、うん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 。ね、ちょっとだけ聞こえる。パチパチしてるね。すごいなんかあの線香花火くらいのとってもつつましやかな感じで、パチ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 してるのが、キラキラパチパチしてるのが、このマイクさんが全力で拾ってくださっておりますけれども、あ、やっぱ楽しいですね。すいません、めっちゃBGM みたいな感じでずっとパチパチ言ってて、すごいですね。これよ、これなんよ、ポッピングシャワー。いやー、なんか愉快なフレーバーだね、本当に。もうまだなってるし。いや、これね、私知らなかったんですけど、10年以上不動のナンバーワンになって、もうぶっちぎり1位らしいですよ。あのサンリオでいうところのシナモロール的な存在ですね。あのサンリオキャラクター総選挙っていう熱い選挙を毎年繰り広げられてるんですけど、あの2022年から2017年は2019年のハローキティを除いてシナモロールが1位らしいですよ。ね、すごいね、キティちゃんより実は人気があるっていうところでね、あの31はポッピングシャワーなんだなっていうのを、やっぱ改めて食べると、やっぱ他にはないよね。これちょっとやっぱハーゲンダッツさんもできないし、その他のお菓子屋さんでもやっぱ出会えないというか、いやー、娯楽としての食べ物に振り切ってる感じがやっぱり楽しいな。ちなみにですね、一番売れないフレーバーはダイナゴン小豆だそうですよ。でもすごくあのね、年配の方とかにもとっても人気があるそうで、私もダイナゴン小豆好きですけどね。まあ、確かにポッピングシャワーの対極にあるようなキャラクターでね、でもそうやっていろんな多様性があるというところも31の魅力かなと思いますが、ちなみにね、売上上位フレーバーに大体入ってくるのがベリーベリーストロベリー、いちご果肉と香り高いいちごピューレを使ったいちご尽くしのフレーバー。あ、食べたことない、ベリーベリーストロベリー。あとはですね、キャラメルリボン、バニラとマッチしたこだわりのキャラメル、とろり食感がお口いっぱいに広がります。キャラメルリボン確かに人気ありますよね。可愛い味しますよね。はい。あ、今日も来てくださってる、いただきますね。すごいキャラメル味、もう匂いが、キャラメルの香りが、いただきます。うん、うわ、甘さど真ん中って感じ。
ど真ん中甘さなんかすごいバンってくるね。なんかベルターズオリジナル的な力強いキャラメル味だな。へー、ちょっとどっちかっていうとサーティワン系の優雅なフレーバーですね。改めていただきますと美味しい。でね、私はですね、横綱がロッキーロードなのはもう変わらないんですけど、まあ、飛び道具的にポッピングシャワーをめでさせていただいたりとかしつつ、あのベンチとしてですね、たまに登場するのがストロベリーチーズケーキさんですね。これ定番の私の婦人かなっていう感じなんですが、ストロベリーチーズケーキさん、クリームチーズを使ったベイクドチーズケーキと甘酸っぱいストロベリーリボンが絶妙ということで、今日も来ていただいてます。おー、パカッわー、安定のストロベリーチーズケーキ様、美味しそう。やっぱこのね、なんかこの練り込んであるさ、ソースのことをさ、リボンって呼んでんのがマジでおしゃれじゃないですか。ストロベリーソースじゃなくてストロベリーリボンって言いたいっていうのが、もうやっぱりファンタジックというか夢を背負ってるお菓子屋さんなんだなということを実感するよね。いただきます。美味しい、癒される。やっぱさ、甘いから、とても甘いお菓子なので、こうやってストロベリーとかのさ酸味が入ってくると、すごいやっぱ浮き足立つよね。なんかありがてえみたいな感じで酸味ありがとうってなるね。美味しい、やっぱり。あーチーズケーキのクラッシュしたチーズケーキが入ってる部分を食べると、またチーズが濃厚に広がる。やっぱ美味しいですね。チーズベースのアイスクリーム好きだなあ。いいわやばい、またのんびりしそうになってしまったんですけど、私はこの3種類をですね、ロッキーロード、ポッピンシャワー、ストロベリーチーズケーキを混ぜ合わせながら食べるのが好きです。はい、あとは今日はね、まだ食べたことないけど気になってる皆さんにも、いろいろ来ていただいてますので、じゃんじゃんお呼びしていきましょう。こちら新作フレーバー、イーブイのモフ甘アイス。はー、イーブイ様ですか。すごい、イーブイ味のアイスクリームがあるんだね。ポケットモンスターに登場する EV をイメージしたアイスクリーム、カスタードとシュー生地風フレーバーにチョコビッツ&リボンのエクレア仕立て、思わず V サインしたくなる美味しさということで、ちょっとダジャレがクラシカルなダジャレが練り込まれたあのアイスクリームなんですけど、パカッ、おお、美味しそうな色してる。へえ、エクレア仕立てだって。いただきます。すごいチョコレート、チョコビッツっていうのが、なんか板チョコを薄くスライスしたみたいな、チョコの破片みたいなのが入ってて、でそこにチョコレートソースが、しかもなんかこうハーシーズっぽいチョコレートソースっていうか、アメリカンなチョコレートソースがガンガンに練り込まれてて、へー、かわいい味。でもモフ甘っていう、そのモフっていうのは何のことなんだろうね。まあでも確かに、なんか酸味とかもないし、ロッキーロードみたいな、アーモンドみたいな、ガリみたいな刺激もないし、なんかモフモフふわふわ、なんかチョコレート、エクレア、そういうイメージの中にほわほわ漂っているみたいな、そういう優しい世界は確かにあるかもしれないですね。美味しいな。じゃあお次、私食べてみたかったこの子、いきます。ラブポーション31、ラズベリーとホワイトチョコの魅惑的な味わいにハートを加えて、まさに恋の媚薬っていう、なんかちょっとギリギリな感じの、ネーミングで、すごいですね。恋の媚薬アイスクリームということで、ラブポーション31、ラズベリーとホワイトチョコか、美味しそう。でもすっごい可愛い色してますね。
ただきます。あ、ラズベリーいいじゃん、めっちゃ美味しい。これ好きかも。ラズベリーの酸味、なんかいちごとは違ってまたちょっと一歩おしゃれな雰囲気っていうか、なんかちょっと大人なニュアンスが出ますね。しかもさ、なんか掘ってたらさ、ほんとハート型のチョコレート出てきたんだけど、すごい。わあ、なんかすごい恋が叶いそうな気がしてきた。縁起がいいアイスクリームですね。まあでもすごいよね、そのネーミングだけだと何の味かわからないっていう、その謎フレーバーみたいなの結構サーティワンさんってバンバンなんか投げ込んでくるっていうか、ラブポーションサーティワンもさ、ラブレボリューション21とかとかけたのかなっていう、ちょっとモーニング娘。世代的にはなんか勝手にかかってきちゃう部分はあるんですけど、本当ネーミング面白いですよね。味が分かんないっていう。私ね、2022年のね、寅年にちなんだ限定フレーバーでね、タイガーテールとかって出てたの知ってますか？すごい名前ですよね、タイガーテールっていうね。じゃあどんな味なのっていうところなんですけど、バターがとろけるホットケーキをイメージしたバター風味のアイスクリームにメープルシロップ風味のリボンで虎模様を描いた限定フレーバーということで、察しのいい方はピンときてるかもしれないんですけど、多分虎がホットケーキになっちゃう絵本を題材にしてるんじゃないかなと思うんですが、まあ攻めてますよね。本当にネーミングだけだと何味かわからないものがたくさんあるっていうのもサーティワンの魅力で、ね、もしかしたら今試食とかできないかもしれないけど、それをさ試食させてもらうのがめっちゃ楽しいよね。なんかこのマゼンダピンクのさスプーンでさ、これ一口食べていいですかって言うとさ、店員さんが出してくれるあれをさ何個やらせてもらうかみたいな、子供の頃は結構勝負だったなっていうのを思い出すんですけど、あともう一個、私食べてみたかったやつあります。今日来ていただいてるのはサンセットサーフィンさん。塩ライチ風味の青に打ち寄せるココナッツ風味の白い波、差し込む夕日はパイナップルリボンっていうね、もうめちゃくちゃ楽園の世界観がバチバチに表現されてるんですけど、もうね本当に色がすごいの、なんだろうこれ、もう蛍光ブルーっていうか、なんか本当水槽のなんかブルーの色わかるかな、なんかなんかターコイズブルーみたいな色してて、もう食べ物じゃないみたいな色なんだって。青い食べ物ってほとんど存在しないと言われておりますからね、本当に食べ物じゃないみたいな色で、多分これ食べた後に舌を出したら絶対青く染まってる系のやつなんですけど、はい、ちょっと食べてみたいなと思います。こういうのねなかなか自分では選ばないから、こういう機会にいただけるとちょっとワクワクしますが、いただきます。ライチ、おー、これ結構美味しいですよ。なんか見た目のどぎつさ的にめちゃくちゃなんかギャルな味なのかなと思いきや、この意外とこの塩ライチっていうフレーバーがちょっといい意味で、なんだろう、大人感というかちょっと上品ななんかカクテル感というか、しかもそこにパイナップルの香りがワン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 って漂ってきてね、なんかこれ結構好きかも、意外でした。もうねビジュアルはタイダイ染めみたいになっちゃってて、本当に楽園押し寄せすぎていい加減にしてほしいねっていう感じなんですけど、へえ面白いですね。すごいやっぱこういう攻めたやつ食べてみると発見ありますね。だってなんとこれまでに販売されてきたフレーバーは1300種類以上だって。1300種類だよ。もうなんか開発本部の人たちすごいなって感じなんですけど、結構ねこんなのあるんだみたいなやつも調べてるとあって、2016年のハロウィンに発売して大好評だったのが光るアイスっていうね、そんなホタルイカみたいなことあるって感じなんですけど、ビタミン B2 がブラックライトに反応して光るというネオンモンスターっていうなんかアイスとかもあったらしいですね。あとこう流れ星系でこう一瞬で消
消えちゃったやつで言うとトマッティレモンっていうね、あのトマトが主役のアイスとかね、結構攻めてるなっていうのもあったんですが、まあ、トマトの匂いが強すぎてあまりあのそこまであの人気が火がつかなかったみたいなこともあるらしいんですけど、こうやってね、いろいろ実験的挑戦的なフレーバーをね、サーティワンさんがいろいろ投げ込んでくださってるということで、なかなか定番に行きがちなんだけど、時々こういう、なんだろう、なんか自分の、 あのテリトリー外のキャラに出会うとすごい楽しいなっていうことを今日は知りました。はい。味な副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回サーティワンアイスクリームについてお送りしましたが、いやー楽しかったですね。なんかもう今目がチカチカしてますね。いろんなカラフルなアイスクリームに囲まれてね、すごい楽しいんですけど、私あの子供の頃にいつもお家にねテイクアウトするとあのドライアイスもらえるじゃないですか。今日もドライアイスたくさん入ってるんですけど、あれにねお湯を注ぐとこうブワッて煙が出て、あの煙の中で食べるのがすっごい好きでしたね。なんかだからもうちょっとやりたいなって思ったのと、あとみんなでサーティワンアイスをこの夏持ち寄っていろんな味を食べ比べたいっていう風に思いましたね。いやーサーティワン入った時のあのひんやりした甘い匂いとかもすごい特別じゃないですか。わかりますかね。まあいろんなねアイスクリームブランド上陸したりとかしてね、あの個人店で出してたところもありますけど、やっぱりなんだかんだサーティワンなんだなっていうね、あのことを実感しました。あのちなみに余談なんですけど、一時期ねあのコールドストーンが席巻した時はね、かなりそちらに気を取られたりもしましたけどね、あれもすごかったよね。あのフレーバーを調合しながら歌を歌いながらねアイスを練り上げるっていうエンタメのね。でもあの私一回ニューヨークのコールドストーン行った時に、あのなんかすごい店員さんがふてくされてて、なんかごめん腱鞘炎だから今日寝れないわっていう風に言われて、そのままボンってアイスをねスクープされたことがあって、あれはマジでアメリカだったなっていうのを今急に思い出したんですけど、まあサーティワンではそういうことはなくね、こう自然にスクープしていただいて美味しくいただけるっていうところですかね。はい、というわけでサーティワン回お送りしてまいりましたが、番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味な副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。味な副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味な副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。